室戸岬環状が、浜室戸岬室戸岬は、高知県室戸市に属し、太平洋に突き出る室戸半島の先端の岬。国の名称、及び室戸阿南海岸国定公園に指定されている。北緯33度14分34秒、統計134度10分35秒、北緯33.24278度統計134.17639度。 33.2427834.17639波乗りの名所でもある。室戸岬国道55号沿いにバス停留所が点在する。高知龍馬空港、高知駅方面への直通便は2007年3月を、もって、大阪方面への夜行高速バスは2008年5月を、もって廃止された。また、徳島バス、浅海岸鉄道、 DMV でのアクセスは一往復のみとなっている。その知名度の割には、交通の不便さもあって、あまり俗化されていない。岬には、バス停付近に、民宿や土産物屋が数軒並ぶだけであるが、その分混雑や騒音には無縁であり雄大な、光景を味わうには、絶好の場所である。また、磯釣りや沖合でのイカ釣りも盛んである。ありがとうございます。